今日は悩み苦しみは魂の促進剤ということについて話してみたいと思います。私たちは悩み苦しみがないと進歩しないのでございます。悩み苦しみがないと人間は物事を考えないんですね。だから停滞なんです。本当は悩みや苦しみがないとですね、この世の悪はこの魂の肥料であるとまでエスキリストが言われたのはその意味でございますね。貧しき者よ苦しき者は幸いないと。私たちがこの世のもので満ち足りていることは災いであると。あなた方が地位や名や財この影の世界のものに満ち足りているものは災いであると言われたのはその意味でございますね。そのものは実在を見ないだろうと。すなわちこの非実在という影の世界で満足しているものは実在を見ないという意味なんですね。だから皆さん方は苦しい時の神頼みと言いまして、苦しくなりますとなぜという知恵を絞ろうとするんですね。原因を追求しようとします。確かに大変な苦しみが襲ってきますと、神なんておるものかと、神を冒涜するものも出てまいりますね。私をこんなに苦しめてと普通言いますね。だからそういうことは、私たちはこの皆さん、ここに座っている皆さんはあまり心が満ち足りてないんですね。心がこの世のもので満たされているならば、満足しているならここには今日ここに座っておりません。何か物足りないと、心寂しい、何かあるじゃないかという思いが、今皆さんはこういう具合にして真理を求めてここに足を運んだと思いますね。ある人はその金銭的苦しみ、ある時は肉体的苦しみ、あるものは精神的苦しみ、この苦しみが皆さん方を変えていくんですね。進歩させていくと。苦しい時に何も考えない人はいないんですね。楽しい時はそれに溺れてますから何も考えないんですね。だから皆さん方はよくこの進化するという進化論をよく言いますけれども、進化というのは何かというと、進んで変わっていくことを進化というんですね。進化というのは何かというと進歩なんですね。進歩なんですよ。だから進化するというのは進歩していくと。人間は原始時代から今までどんどん進歩し進化してきたわけですよ。でいろいろな進化論には、誤った進化論にはまして、人間は爬虫類からなったんだという、猿からなったんだという人もいるし、これは空論というものでございまして、進化というのは皆さん方も生まれてから今までにいくら物事の考え方、生活レベル、いろんなものを進化すること、これを進化というわけですね。100年前と今とも全然違いますよね。50年前とも全然違うわけですから、だから同じ状態でいるものってのはいないわけです。でその進化進歩のことを、または皆さん方は変化と言ってるわけですね。変化、変わってね、変化していくと。変化してますよね、50年前と今とも。確かにそれが進歩ですよと。人間が猿からなったというのは、すなわち原始時代は穴にこもり木の実を食べて猿みたいな生活をしておったから、猿から人間は進化したんじゃないかというようなことを、こういろいろな書物やこの教科書でもっても教えられるわけですけれども、これはぜひ取り除いてもらいたいと思うんですね。これは仮説でございまして、実説とは全然全く違うんですね。我々の先祖は猿だという人が先祖を動物園の檻の中に入れて見せ物にしているものもいるわけです。それは先祖ではないから動物園に猿は飼われているんであって、先祖を檻の中に入れて見せ物の子孫の見せ物にするはずがないですね。そういう子供に対しての教育先入観というのは避けてもらいたいと思うんですね。人間が猿からなったんじゃないということはもうはっきり言えることはですね、人間と猿とが交尾しましても人間は生まれません。全然違うんですね。遺伝子が違うんですよ。 DNA が全く違います。